WBT でね、何選手だっけ、吉田選手が逆転ホームランを飛ばしたみたいな感じの、そういう歌ですけども、今日はアブラハムのお話ということ、柳原先生の、子供たちに向けてのアブラハム、聖書物語ですね、柳原太郎先生。それではですね、創世記の第15章、創世記15章、柳原先生がアブラハムのお話をどう子供たちにしたかということですけども、15章の創世記15章の1節から5節を読みましょう。3、はい。これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられた。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの。それでアブラムは申し上げた。神、主よ、私に何をお与えになるのですか。私には子がありません。私の家の相続人は、あのダマスコのエリエゼルになるのでしょうか。さらにアブラムは、ご覧ください、あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の外に連れ出して、アブラムを神様外に連れ出して、天を見上げなさい、星を数えることができるならそれを数えなさい、数えたんですかね、一つ一つ。いやでも今よりも空がすごい綺麗だったでしょうし、目も良かったでしょうから、アフリカにはね、視力が 1.5 どころじゃない、なんか2に近いような人たちもね、そういうベドウィンみたいな生活してたら超目がいい、とても数えきれなかったっていうことですよね。神様は仰せられた、あなたの子孫はこのようになるって。この時アブラハムにはまあ子供なかったって、子供なかったから、ね、血のつながってないのをあれにするしかないのかなと思ってたら、あなた
自身の、ね、子供ができますよ。もうとっても年寄りになってたわけですね、アブラハムの奥様ね。おはよう、この前の聖書学校で聞いた話覚えてる？ノアの箱舟っていうね、うん、でノアが箱舟の窓を開けて水が引いたかどうか見るのに最初にカラスを出したけどカラスは帰ってこなかった。その次に何の鳥を出しましたか？何の鳥ですか？スズメですか？鳩ですね。鳩はどうした？帰ってきた。どうして帰ってきた？泊まる場所がないからね。水がいっぱいで泊まる場所がないからね。それからまた1週間経って鳩を出したらオリーブの葉っぱを加えて帰ってきた。それからまた1週間経って鳩を出したら今度はもう帰ってこなかった。食べ物がたくさんあったからね、うん、そして鳩は随分飛ぶのが早い。いやよく知ってますね。今日のお話はお話しする前に一つ聞きたいことがある。君たちの持ってる中で一番大事なものは何ですか？ね、みんな違うかもしれませんね。自分が持ってるものの中で一番大事なものと言われるとちょっと困るね。だからまあ一つでなくてもよい。自分が持ってるものの中で一番大事なものみんなあるでしょうね。これがなくなったら大変と思うものね。今日は聖書のアブラハムという人の話だ。アブラハムのいたところはカルディアのウルというところ。お父さんと一緒にですね、テラという名前のお父さんと一緒にいたんですね。覚えやすいでしょ。アブラハム、お父さんはテラ、いた場所はウル。今イラクという国がある場所で、今でもウルという村の跡があるんです。そこへ東京大学の先生方が発掘しに行った。だから自分が総長をやってた大学ですね。自分が総長をやってる大学、東京大学の先生方がウルの遺跡に発掘しに行った。今でもそこの畑のところに土の盛り上がった小山が4つあった。そこへ東大の先生方が行って掘ったんですね。20メートルぐらい掘るともう昔の村の跡が出てくる。掘るのはね難しいんですよ。なぜならむちゃくちゃに掘ると遺跡を壊しちゃうから。だんだんとそっと上の土を取り抜けて丁寧に掘っていく。だん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 掘っていくとレンガの昔のお家の跡が出てくる。レンガといっても焼いて作ったレンガではない。土を干して作ったレンガなんですね。それでね、お家とともに昔の人の使っていたお皿だとか金だとかかまどの跡だとか住んでいた人たちの食べた穀物、麦の粒なんかが昔のままに出てくるんですよ。それをもっと掘っていくと下に土がかぶさっていてね、その土をまた20メートルも掘っていくとまたそれより昔の村が出てくる。それをまた掘っていくとまた出てくるね。そういうふうに4段になって村の跡が出てくるんですね。それはね、最初ここにウルに村があったでしょ。泥水が来て洪水が来て泥水がかぶってこの村は潰されてしまった。そのうちに土が溜まって畑になった。畑になったところに何百年か後に人がまた村を作り、ここで家を建てて暮らしている。また大水が出るね、ノアの洪水のような大水が村にかぶさってそこにいる人は死んでしまう。家は倒れてしまう。それでその上に土がかぶさってまた畑になる。そこでずっと後の人が畑をするでしょ。そうすると何百年かの地にまた大水が来てという具合でね、だんだんその昔の村の方へ掘るです。アブラハムはこういう場所にいたわけですね。アブラハムがいたのは今から何年前か正確にはわからないが6000年ぐらい前だと言われています。アブラハムがここにお父さんのテラ
という人と一緒にいた頃、この辺の人が本当の神様を信じないで、つまらない神様を信じていた。アブラハムはそこにいるのがもう嫌になった。みんながヘブロンというところまで来た、ね、この村を出て砂漠を通って遠方のヘブロンまで来た。ヘブロンの村の近くにマムレという林がある。マムレの林のところに来てテントを張った、ね、この地方では昔はよくお家を建てないでテントに住んでおったんですね。そして聖書にある誠の神様を信じた。このアブラハムという人には子供がなかった。アブラハムの奥さんの名前はサラという名前。子供がないからね、寂しいでしょ。それでエリエゼルという人の子供をもらって、エリエゼルという子供をもらって養子にしたの。子供がないからエリエゼルを後継ぎにしようとした。そうしたら神様がある晩、アブラハムを呼んで、アブラハム、外に出なさいと外に連れておいでになった。アブラハムが外に出ると神様が星をご覧とおっしゃった。いつか聖書学校で星のお話をしたよね。どういうお話の時にしたか覚えてるかな。去年の今頃クリスマスのお話をした時にしましたね。ベツレヘムに星が出たという話。星の名前皆さん知ってますか。日月火水木金土って言うじゃないですか。あれは全部星の名前です。日は太陽、月は月でしょ。火は火星、水は水星、木は木星、金は金星、土は土星。土星というのはね、面白いよ。土星は輪をかぶっているんですよね。木星が近づくとき望遠鏡で見ると輪が見えるんですよね。小学生の相手ですからそういう話からね、話してるわけですね。それからね、朝早くでも夜遅くでも西の空に一番キラキラ光ってるのを宵の明星、明けの明星って言うんですね。この明星というのは金星のことです。そして地球に一番近いのは火星。だから火星に生物がいるんじゃないかって言うんだけれども、どうやらいないようですね。その他に星座というのがありますね。北斗七星は皆さん知ってるでしょう。そしてオリオン座という星座がある。スバルとかサソリとかいった星座もある。外に出てみると星が見える。冬が一番いいね。寒い季節の頃が一番星を見るのがいい。空が澄んでいて水蒸気がないから綺麗に見える。星を見るとね、いいんですよ。星もね、光がみんな違う。この星とあの星と光がみんな違う。見える。いや、なんか観察力するですね。砂漠は星を見るのに一番いい。砂漠は空気が乾燥してるから星がとてもはっきり見えます。砂漠を旅行するのに目印になるものがないでしょう。山もないし大きな木もない。星だけが目印です。星の位置を見て道に迷わないように進んでいけるんです。海も同じでしょう。大きな海を船に乗っていくと目印がないでしょう。海も陸も見えない。ただ星だけは見えるんです。船長さんは星だけを見て判断して後悔する、ね、アブラハムもそのようにウルからヘブロンまで移動した。それでアブラハムは空を見ていた。そしたら神様が、お前の子孫は空の星のようにたくさんになるとおっしゃった。アブラハムはびっくりしました。私はもう年が100歳です。妻のサラは90歳です。それではとても子供などできそうにありません。だから諦めてエリエゼルという人を養子にしてるんです。それに後を継がせることにしました。子供ができるなんてそんな不思議なことはありませんが、私はそれでも神様を信じています。きっとお前の子孫は空の星のようになるよ。と言ってくださるお言葉を信じます。神様の言葉を信じたので、神様はアブラハムをお褒めになった。神様は、ああいい子だとそうおっしゃった。差し物アブラハムも神様から見たら、ああいい子だ
アブロ柳原忠先生の信仰ですよね。だから柳原先生も神様から見たら、ああいい子だというふうに神様が自分に言ってくださってるっていう信仰なわけですね、柳原先生ね。それで旧約聖書の創世記の15章の5節にあるでしょ。そして主は彼を外に連れ出して言われた。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみなさい。とても数えきれませんね、たくさんすぎて。また彼に言われた。あなたの子孫はあのようになるでしょう。アブラハムは主を信じた。主はこれを彼の義と認められた。アブラハムは主を信じた。主はこれを彼の義と認められた、ね、アブラハムが神様を信じたから神様がアブラハムを義ということは正しい、あんたは正しい、アブラハムよお前は正しい、ね、つまりアブラハムの信仰を神様は正しいとお認めになった。ところでそうしてアブラハムから男の子が生まれた。その子にイサクという名をつけた。イサクがだんだん大きくなって12、3歳の時にね、神様はアブラハムに試験をされた。神様はアブラハムに、お前はイサクを連れてモリアという山に行き、燔祭を捧げよと言われた。燔祭を捧げるというのは創世記の22章にあるけれども、羊を殺して壇の上で焼いて神様に捧げるお祭りなんですね。それからアブラハムは神様にはいと言ってロバを2匹馬屋から出した。一つのロバにアブラハムが乗って、もう一つのロバに子供のイサクが乗った。そして2人の召使いを連れて行った。燔祭をするには焚き木がいる。火を起こさないといけない。今のようにマッチはない、ね、昔の人は木と木をこすったり石と石をぶつけたりして火を起こした。アブラハムもきっとそのように起こしたのだろう。さてアブラハムはロバに乗って、イサクもロバに乗ってモリアという山に向かって行った。イサクは、お父さんどこへ行くんですか。モリアの山へ行くんだよ。何しに行くんですか。神様に燔祭を捧げるために行くのだ。お父さん、焚き木はあるし火もあるけれど羊はないのですか。不思議に思ってイサクは尋ねた。ああ、羊はね、行ってみれば神様がくださるよとアブラハムは答えた。そうですか。そうして山のふもとまで行った。ロバは山を上がれない。だから召使いに、お前たちここに待っていろ。それからロバを降りて、イサクに焚き木を背負わせ、アブラハムが火を持って、二人だけでモリアの山に上がっていった。上まで行くと平らなところでなるべく平たな石を段に積んで、それから縄でイサクを縛った。ね、平らな石の上に乗せた。羊がいないのでね、羊の代わりにイサクを備えようとした。イサクはびっくりしたけれども、じっとしていたのね。それでね、薪を並べて上にイサクを縛って寝かせて焚き木に火をつけた。その時に神様が、アブラハムとおっしゃった。はい。そうして神様の声の下方を向いたら、そこの林の中に大きなオスの羊が角を木に引っ掛けて動けなくなっていた。それが神様がアブラハムにくださったものだった。その動けなくなっていたオスの羊を捕まえて、イサクを縛っていた縄を解いて、イサクの代わりにお羊を殺して壇に備えた。アブラハムはイサクを捧げるためにもう刀を抜いていたけれども、その時に神様が乙女になった。それで、お前は自分の大切な子供さえも惜しまずに私に捧げようとしたから、その信仰は立派なものだ。本当に信仰の深い人だ。私の祝福をあげよう。そう神はおっしゃった。それで喜び勇んでアブラハムはイサクを連れて家に帰った。そのイサクからだんだん子供が増えた。そしてイエス様だってそのイサクの子孫からお生まれになった。新約聖書にヘブル人への手紙というのがある。その11章17節にこう書いてある。信仰によってアブラハムは試練を受けたときイサクを捧げた。
すなわち約束を受けていた彼がその一人子を捧げたのである。このものについてはイサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれるであろうと言われていたのであった。彼はアブラハムは神が死人の中から人をよみがえらせる力があると信じていたのである。だから彼はいわばイサクを生き返して渡されたのである。ね、ヘブル人の手紙11章17節。アブラハムは神様に試験された。イサクを神様に捧げるかどうか差し出すかどうか試験された。イサクというのはアブラハムにとって一番大切なものだったでしょうね。一番大切な、これより大切なものはない、たった一人の子供であった。そしてそのたった一人の子供から子孫がまたたくさん生まれてくるという約束があった。でもそのイサクが死んでしまったら、あとダメになってしまうでしょ。その大事な大事なイサクを神様は差し出しなさいと言われた。大抵欲しいわね。一番大事なものだから、どうか神様他のもので勘弁してください、これだけはお許しください、それともイサクはどこかに遊びに行ってなかなか帰ってきません、なんてごまかしたり嘘をついたりするんですね。けれどもアブラハムは神様から言われた通りに、すぐそんな大事なイサクまでも出そうと思った。それでもうあわやの時、もう最後、刀を振るってイサクを反祭の壇に備えようと思ったその時まで、アブラハムの心はね、神様がおっしゃることだからどんなことでもお従いする、でも神様だから、神様は死人のうちから人をよみがえらせる力があるから、イサクは死んでもまたきっと生き返らせてくださるだろうと信じて、イサクを反祭の壇に捧げようとした。その信仰を神様はご覧になって、立派なものだ、このアブラハムの信仰は本当に正しい、そう認められたから、アブラハムは試験に合格した。そして羊を代わりにいただいた。それを捧げてイサクを連れて帰った。アブラハムはイサクを取り戻すことができただけでなく、神様から大変信仰を褒められた。これがアブラハムがイサクを捧げたという名高い話だ。それでみんなもね、一番大切なもの何かあるだろうね。あなた方のお父さんやお母さんから見ると、君たちが一番大切なものだな。あなた方から見たらお父さんやお母さんがきっと一番大事だろう。お父さんお母さんがいなくなったら困るだろう。お人形はなくなってもまた買うことができる。学校の本だってなくなったらまた買うことができるよね。帽子だってクレヨンだって時計だってまた買える。だけどお父さんやお母さんが亡くなると誰も買ってくれない。かけがえのない一番大事なものでしょ。でも神様がお出しなさいと言ったら、惜しいなと思ってもはいと言って出す。死んでも神様がまた生き返らせてくださる。神様にはこれでもう行き詰まり、ダメということは絶対にない。だからどこまでも神様を信じ抜く、それが信仰です。それだけ信仰を持つと褒めてくださる。これは正しい人だと。そして恵みをたくさんたくさんくださる。だからアブラハムの子孫、子供のイサクからまた子供ができて、たくさんの子孫ができたけれども、それはただたくさんの人が増えたというだけの話ではないのよ。立派な信仰が伝わって、その信仰が伝わって、イエス様を通ってみんなに伝わったということなんだ。ね、先生だってそうだし、君たちもそうだ。これが今日のお話です。ということですね。